改札口付近ホームお花茶屋駅は東京都葛飾区宝町2丁目にある京成電鉄本線の駅である。駅番号は KS08。1931年12月19日に開業した相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で京上駅舎を有している。エレベーターは改札外は駅北側道路横コンコース間を改札内は コンコースマイナス1番線ホーム間を、エスカレーターは改札内コンコースマイナスに、番線ホーム間をそれぞれ連絡している。なお、エスカレーターは上下2本並列であり、階段は併設されていない。また、車椅子専用出口が各ホームに直結する形で設置されている。トイレはアウト方面ホームに1カ所ある。改札外コンコースには、ファミリーマートお花茶屋駅店と。 ゆうちょ銀行 ATM、コインロッカー、証明写真機が設置されている。当駅には、京成関屋駅や船橋競馬場駅と同様に一段のフルカラー LED 発車表が設置されている。2019年度の1日平均乗降人員は34,319人で、京成線全69駅中14位。各駅停車のみが停車する駅では、 京成立社駅に次いで2番目に多く、千代田線、荒川線乗り換え駅である、町屋駅よりも多い。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通りである。最寄りのバス停留所は、お花茶屋駅である。以下の路線バスが乗り入れており、U57、U70 系統は、京成ダウンバス、U71、U72 系統は、 日立自動車交通により運行されている。上記のうち、レインボーカツシカ路線は、駅東側のロータリーに停留所が設置されている。ロータリー建設当初は、タクシー乗り場だったが、ロータリーが駅に隣接していないばかりか、駅付近を南北を貫く引船川通りに、直接アクセスすることが不可能で迂回が必要だった。ため、引船川通りに出る際にすら時間と、 距離料金が必要で、ほとんど利用されることはなかった。タクシーの待機も少なかったため、レインボーかつ鹿のバス停留所に改装された。それゆえに、ロータリーのカーブが狭い上、通常サイズの路線バスではなく、一回り小さい、コミュニティバスが使用されている。ロータリーの地下には、有料自転車駐輪場が設置されている。また、地上にコインパーキングタイムズが設置されている。 江戸幕府や津代将軍の徳川義宗が高刈りに、興じていた際に腹板を起こし、その際、お花という名前の茶屋の娘に看病され、解放したという言い伝えからである。お花茶屋の項目参照。ありがとうございます。